人間になるトレーニング教えるよ。今回は男性の ED の治療に役立つ筋トレを教えます。はい、はい、ED 改善と言いますと、先生、まあ、筋トレって実際にこれどういうこうメリットというか効果があるんでしょうか。筋トレはですね、やっぱりテストステロンを出させるんですよね。 ED にとってテストステロンを高める一番大事ですので、はい、下半身の筋トレを中心にまずやるといいと思いますね。はい、あとは PC 筋と言われている、まあ、骨盤底筋群ですね。そこを鍛えることによって、まあ、中折れとかを防止したりですね、特に中高年男性は射精した時に全然飛ばないっていうのを結構感じると思うんですけど飛ばす力を鍛えられますね。はいはい、骨盤底筋ってどの辺にあるんですか。お尻の穴からペニスの間の内側にあるんですよ。肛門のこう引き締める感じだとそこを鍛えてるような感じになります。女性もそこを鍛えることによって感度が良くなるって話したんですよね。なんで先生ですね。なんで一緒にやっていきます。はい、まずはスクワットがいいと思います。はい、自宅に簡単にできる種目を、ね、今日2つ教えますので、はいはい、スクワットをやったことありますかね。あります。足肩幅よりちょっと気持ち広げて、はい、気持ち外側に足を向けて、はいはい、でそのままもうお尻を突き出すような感じで下がる感じですね。はい、はい、おいいですね。で、まあ、膝が一番入らずに同じ足の角と同じような感じで下げて、はいはい、今すごくゆっくりやってもらったと思うんですけど、まあ、ゆっくりやればそれだけきついです、うん、結構やってますよね。すごいです。だからそれでこうゆっくり落とせるってことがきついんですよ。でゆっくり落としてまあ、早く上げるとか、うん、まあ、慣れれば一番いいですね。はい、これは大体何回ぐらいやるんですか。まあ、10回から20回、まあ、20回やりたいですね。自重だったらね、男性の場合20回、はい、フォームいいですね。ありがとうございます。結構今ね、深くまでやってますけど、難しい場合はもっと浅くても大丈夫です。中高年の方とかだとちょっと膝が痛いとか腰が痛いとかいう方もいらっしゃいます。はい、そういう方はちょっと浅めからでも。そうですね。でまだこれ自分の体重なので腰とかは多分大丈夫です、うん、ほとんどの方は、うん、きつい方はなんか椅子とか持ってやってもまずはいいと思いますよ、はい、すごいですね。きつくないですか。あ、でもなんか効いてきたなっていう感じがあります。また筋肉つきますね、これは。確かに、ね、これはでも男性の方はほとんどやってない方多いと思うので、これはぜひやっていただきたいですね。やっぱり上半身よりも下半身を鍛えるのが効果的。筋肉の大きさが圧倒的に全然違うじゃないですか、この足の太さと。それだけ鍛えられる分も多いので筋肉つきやすいですし、はい、テストステロンの分泌も促しますので、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。一種目にスクワットということで、はい、お疲れ様です。2種目目はその骨盤底筋を、まあ、そのダイレクトに鍛える筋トレをします。ちょっと横に寝そべってもらう、座を向けに、はいはい、で膝を立ててもらっていいですか。はい、はい、もうちょっと立ててもいいかもしれませんね。はい、で足の開きは閉じたままでも、まあ、開き気味でもどちらでもいいんですけども、はい、でもうお尻をグッと突き出す、そう上げる感じ、そういう形ですね。はい、でその時にお尻の穴をキュッと引き締めるイメージも同時に上げるときに持つといいと思います。男性 だともろにピストン運動してる時の、うんうんうん、なるほど、イメージしてやる感じです。あとはその最後に引き上げ切ったときにこうなんか絞り出して飛ばすイメージ、はい、をやる。そんなイメージなんですね、男性は。いろいろ考えてやるべきです。そう、はい、でいろいろそういうことを想像したらやると、やることを考えてやると、はい、全然筋トレももっと効果出ますから。なるほど。もうなんなら今度ご自身でやるときはこの動画を見ながらやるといいかもしれないですね。なぎさんどうですか、結構きついですか。結構これきますね。うん、結構見てると動きはちょっと地味なんですが、うん、地味だけど、うん、結構きますよこれ。まあ恥骨を上げれば上げるほどきつくなるんで、うん、はい、お尻が、うん、上手ですね。やっぱり普段鍛えてらっしゃるんで、うん、運動が滑らかですね。これは大体何回ぐらいですか。これ20回ぐらいです。20回、はい、でもこれだと結構家で寝っ転がってる時間とか、うん、そうですね、っていう時にいつでもできますもんね。できます、できます、うん、まあ、慣れてきたらね、これじゃちょっと軽いので、はい、まあ、この本当にここになんか重りのプレートとかを置いてもいいんですよね。はいはいはい、それでも全然服が変わってきたり、うんうん、します。はい、
頑張りました。どうですか？どうですか？感想は？いや、なんか締まった気がします。これ女性も絶対いいですから。そうですよね。膣が締まった気がします。女性はやっぱり下半身の筋トレをすると足が太くなるんじゃないかってすごく心配される方多いんですけど、そう簡単に筋肉太くならないので心配しないでください。うん、なのでその鍛えて脂肪が落ちる方が圧倒的に多いので、絶対女性も下半身をまず鍛えてください。はい、もし女性で見てる方がいらっしゃるならですけど、はい、今回は、筋トレをね、2つ紹介しました。男性のテストステロンを高める筋トレになってますので、ぜひこういうところからね、始めて意識を高めていくといいと思います。このチャンネルがね、参考になった方はぜひいいねボタンと登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。